神奈川県で営業ありますしね、はい、イオンモールに行って、はいはい、なんかそれが健康応援フェアみたいなやつで、ね、なんか皆さんで健康になりましょうみたいなやつだったの。そうそう、高齢者の方々のを使って体操とか使いましょうみたいなやつで、うん、でもちろん5分ネタぐらいだね、確かネタあって、うん、もちろん。でほとんどお客さんが中にいらっしゃって外のステージだったんであんまりいなかったんだね。まあまばらにいるぐらいでね、でもいらっしゃるのはいらっしゃるんですよ、はいはい、で健康フェアだから結構ご高齢の方とかもいらっしゃって、うん、子供とか若い子ってよりかはそっちがメインみたいな、うん、で出てって、でこのネタだけやるって決めてて、で地域が、うん、じゃあ最初はどこどこ省いてどこどこ省いてこれだけやろうって自己紹介してネタ入ろうって言ってたんですよ、うん、こいつが、うん、で営業だしね、で自己紹介するじゃないですか、うん、で自己紹介した地域がマイク入ってんだよ、お客さんいるのに、おいお前ほらあれ客いじりしろお前ちょっとやばいよそれすごいいやいや、わかるけど客いじりしろ、コール&レスポンスしろよこいつが、で私もなんかカチンってきちゃって、しねえよコール&レスポンスはよみたいな、そこはお前が大人になればいいじゃんでも急になってさ、自己紹介ですぐネタ入るって言われてたのに、あんなこと言われたら嫌じゃん、で急に客いじりしろ、お前コール&レスポンスしろよとかって言われて、私も腹立って、しねえよ歌歌うんだよとか言って、なんか歌歌いましょうね一曲 ね一曲こうやってそう歌ってで終わった後やや滑で終わって終わった後ブチ切れにし、終わった後もステージの真横のとこでさ、めっちゃ喧嘩してさ、シーキと、もうお前なんだあれ客の会うこと言うんじゃないふざけんなよとかってめっちゃ揉めてて、でしたら先輩がいたんですよ、七曲りさんとアホマイルドの坂本さんが、したらもうやめろ気づかんな先輩、気づかせたよあんなの、あなたがちょっと大人になってほしい、私はあれですから子供っぽいところがありますから